次に、まあ、ちょっとに舞台を西日本の方に移りましてその西日本の地殻変動は今どうなっているのかっていうことなんですけれども、えっと、これ最近1年間、えっとまあ、正確に言うと年の2015年の7月18日から今年の7月18日までの1年間の各 GPS 観測点の、まあ、移動量ですね地殻変動がどうなっているのかっていうのを矢印で書いた図です。 でこれを見ると、まあ、基本的にこの九州が非常になんか大きくあちこち向いてるということが見て取れましてこれはまああの熊本地震4月の地震の影響が非常に大きいということを表してます。でちょ,っとまあちょっと熊本地震の話は,まあはするんですけれどもちょっとここでは置いといて熊本地震が起こる前はどうだったのかっていう図をお見せします。 でこれは熊本地震が起こる、まあ、大体直前ですね4月去年の4月から今年の4月1日までの西日本の変動で,で、まあ、これを見ますと、まあ、九州はそんな大きいものはないんですけれども、まあ、特徴として言えるのは基本的に西日本はこの南海トラフに面した太平洋側に非常に大きな地殻変動が観測されていて大体その変動方向っていうのが北西方向を向いていると、まあ、そういうことです。でえー、その まあ北西方向の変動量っていうのがどんどんこう北の方に内陸とか日本海側に行くに従ってまあどんどん小さくなっていくっていうような傾向があってこれがまあ多分勘のいい方は大体もうまあお気づきというかすでに知ってるよって方もいると思うんですけれどもまあこの地殻変動の主な原因っていうのはいわゆるプレートの沈み込み。 南海トラフからまあ沈み込んでいるフィリピン海プレートの影響だというふうに考えられています。で、まあこのいうあの海溝型地震のまあ起こるメカニズムのまあ漫画をよくご覧になると思いますけれども、西日本っていうのはまあここが南海トラフですね。で、南海トラフよりも南側はフィリピン海プレートっていうまあ海の海洋性のプレートが日本列島の方にこうどんどん移動してきている。で、海洋プレートの で日本側はまあこう大陸プレートなんですけれどもこの大陸プレートと海洋プレートがぶつかると海洋プレートの方が実は密度が重いんです。ですので必ずこう両方がぶつかると海のプレートが陸のプレートの方にこう下に潜り込む、まあ、そういうような形になります。でこの潜り込んだところの海と陸の境目ですねプレートの境目がまああの問題なんですけどここがいわゆる断層という形になって。 ここがまあもし何にも摩擦なくですねつる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 沈み込,み込めていればですねこの陸側のプレートっていうのは特に変形しないんですけど実際はこのピンクで示したようなところが、まあ、くっついててこれ摩擦によってくっついてて海のプレートがこう潜り込むと陸地のプレートも同じように引きずり込まれるわけです。でそのやって引きずり込まれたものがどん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 まあ 海のプレートが100年200年という間にどんどん沈み込んでいって最終的にここの限界を超えると陸側が反発して急激にこの断層がずれるとそれが地震であるというふうに言われています。で我々のまあ先ほど一枚前にお見せした絵っていうのはまさにこういう今引きずり込まれていると。 それで太平洋側がどんどんん北西方向に移動している、まあ、そういうようなことを観測しているわけでありましてこういうデータは逆にこういうデータを使うとですねこの陸地の変動から今このプレートの境目海と陸の境目のどこが引きずり込まれているのかそういうことを推定することができます。でそれを推定したのがこちらの図です。でこれは陸地の GPS というのは地表の変形地殻変動を測っているものなんですけれどもそこから海,の海とか陸地の下の,そのプレートとプレートの間でどこが引きずり込まれているかどこががっちりくっついているのかそういうものを色で表したもので青いところはプレート2つのプレートがもうスルスル、まあ、あの特に摩擦なくこう引,きずり込まれ引きずり込まれていないところですねそういうところが青いところ。 で一方白とか赤にいくとこれはがっちりプレートとプレートの間の摩擦が非常に大きく働いていて海のプレートと一緒にこう陸地がこう引きずり込まれている、まあ、そういうような場所を赤で示しています。でこうやってみるとその赤いところ白とか赤いところっていうのは特にこの九州の室戸とか、まあ、土佐湾の沖合に非常に赤いところがありましてそういうところでは。 まあ、プレートが今がっちり海のプレートから引きずり込まれていますからこれは将来的にその、まあ、地震となってそのずれてるくっついてるところが大きくずれるいわゆる地震の震源域になる可能性の高いところというのがこの色が白とか赤のところになります。でこうやってくっつき方を見ても南海トラフ沿いっていうのは結構場所によって 今いっぱいくっついているところとあんまりくっついてないところそういうような差があることがわかります。でちなみにこのピンクのちょっと見づらいですがこうピンクの点線で示してあるこの領域この領域は今政府で想定している最大級の南海トラフ巨大地震の想定震源域というふうになっています。でこうやって見て見るのけれども GPS で見えている現在の まあ、くっついていてる場所固着域とも言いますけれどもその固着域と、まあ、政府が想定している巨大地震の震源域というのはおおむね対応していると、まあ、場所によって、まあ、どちらが大,大きかったり小さかったりあのそういう場所はありますけれども基本的には、まあ、この想定震源域の中で今歪みが着実にこう蓄えられつつあると、まあ、そういうような状況をこの図は表しています。